山下美夢有選手です。最後までわからない展開でした。今日一日いかがでしたか？そうですね、まあ、ちょっと今日はやっぱ風が強い中のラウンドだったんですけど、まあ、前半はすごいいい流れでバーディーも取れて良かったんですけど、まあ、後半やっぱりなかなか、そうですね、まあ、ちょっと、はい、もう悔しいって感じです。はい、ご自身の中でその前後半で何か変わったところはあったんでしょうか？いや特に変わったとかないんですけど、まあ、ちょっとパッティングで結構悔やまれたのと、後半の1つ目のパー5で、まあ、ちょっと奥に外してしまったところがちょっとやっぱもったいないところかなと思います。今日始まる前はイ・イウェオン選手との年間女王対決というのも注目されたと思いますが、意識していた部分はありましたか？そうですね、まあ、意識っていうよりかは、まあ、本当に今日も一緒にラウンドさせてもらいましたけど、まあ、プレー自体も すごいなっていうふうに思いましたし、まあ、いい刺激にもなったんで、まあ、私自身もこれからもっともっと頑張れたらなと思います。その中で今回リヒョソン選手が先にホールアウトをしていて追いかける形に最後はなりましたが、18番戦い方振り返っていただいてもよろしいですか？そうですね、まあ、18番というより17番の3パットがやっぱり悔しいって感じですね。はい、ただその中でも今回パリオリンピックに向けては大きな一歩になったと思いますが、改めてオリンピックについての思いもお願いします。そうですね、まあ、でももう言ってるまだと思うので、残りの試合、まあ、ちょっとしっかり修正して、また来週から、いいプレーできるように頑張りたいなと思います。